こちらです。あのマイクをずっと使って皆さんも一緒に夢を叶えていきましょう。おばんです。視覚障害弱視の私の日常編です。今日は午前中から小学校に行って講話を2本行ってきます。小学校6年生のキャリア教育の中で、どんな風に夢を叶えていけばいいのかというお話です。障害の話しますっていうことだけじゃなくて、私という、障害がある当事者が自然と語る中で様々なことを感じてほしいなと思ってます。それでは行ってきます。こんにちは。こんにちは。そしてお久しぶりです。お久しぶりです。はい、今日は夢を叶える3つのコツを教えたいと思います。私が実際にこのコツを使って夢を叶えたので、私の体験談でもあります。で、5年生の時に福祉の授業で私の視覚障害のお話ししたことを覚えてくれてると思うんですが、ね、そのことも少し思い出しながら聞いてもらえるとより分かりやすいと思います。小学校5年生ぐらいに夢を抱きました。それは学校の先生になりたいっていう夢でした。もう夢に出会ってます、すでにという人はすぐに使えます。じゃあちょっと聞きますね。皆さん、今将来こんなことを叶えたいっていう夢がある人はせーのの後で拍手お願いします。せーの。はい、今拍手してくれた方たちはもう久しぶりの給食おいしかった。私も今夢を抱いていますね。6年前に抱いた夢まだ叶ってませんけど、叶うまで自分に合った方法で行動して叶えたいと思っていますので、皆さんも一緒に夢を叶えていきましょう。ありがとうございました。小学校での、講話を2本終え、今次の、撮影現場に向かってます。次の撮影現場は小勢の施設に突撃隊に関する動画撮影です。大丈夫です。 OK ですか。はい、はい、じゃあ行きます。小勢の施設に突撃隊に突撃隊ということで、今日は間違った。マイク光ってます。あ、これはここにつけたらいいですか。多分持ってる方がやりやすいですよ。こんな感じ。開け渡しして、はい、じゃあ行きますね。どうぞ。 OK ですか。もうちょい光ついて、はい、はい、いや、高瀬さんと坂本さん、いつも突撃隊で一緒にね、深掘り取材してるんですけど、はい、普段は何をしているんですか。普段ですか。営業活動やってます。営業活動、はい、というのはどういったものでしょうか。こちらです。あのマイクをずっと使ってもう一回行きますか。多分つけてた方がいいかもしれない。線動いちゃいますので、ね、マイクが、ね、遠くなっちゃうので、ぜひつけて、はい、じゃあもう一回、はい、もう一回行きます。撮影を終えて、その足でフロアバレーボールの練習に来ました。その前に居合道の方の練習をします。フラバレーボールの大会がもうすぐなので練習頑張ります。いいね。はい、ラストの、ありがとうございます。ラストの
キャンディこれが私の日常です。視覚に障害がある人はどんな風に過ごしているのか想像できない方もいると思います。学校に行く世代は学校に行きます。仕事をしている人や子育てをしている人もいます。休日の日は外出したり、自宅でのんびりしたり、見えない、見えにくいことで難しいことは、補助する道具を使ったり、サポートを受けたりしていますが、視覚に障害がない方とさほど変わらない日常です。私は心のバリアフリーを日本に広める活動に一日の大半の時間を使っています。合間に趣味の運動や剣術をしてリフレッシュをしています。そんな私は年内大きく動きます。ぜひ概要欄の説明をお読みください。いつもご視聴、いいね、コメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。おばんでした。